これからスターへ羽ばたくスーパールーキー K-POP グループ N.S サインへのクパプマップの独占インタビューをご覧ください。多彩な魅力、多彩な音楽性、ユニークなアイデンティティで世界中のファンの注目を集めている K-POP 新人グループ N.S サインがクパプマップとの独占インタビューに応じ、彼らの芸術性と日本デビューについて深く掘り下げた休暇の計画。 そしてこれからの旅について N.S サインは今年初め8月9日にミニアルバムバース・オブ・コスモでデビューしたこのグループはカズタ、ハンジュン、フイワン、サングヤン、ジュン・ヒーオク、ドゥー・ヘクタール、ヒュン、ローレンス、ロビン、エディの10人の非常に才能のあるメンバーで構成されていますこのラインナップは 韓国のチャンネル A と日本のアベマが共同制作したサバイバルリアリティ番組スターズアウェイクニングの優勝者7名に新メンバー3名が加わって結成された。ファンにとって嬉しいことにプロジェクトグループの計画は常設グループを優先して変更され N.S サインのデビューは顕著な成功を収めました。特に 彼らはすでにプレリリースで日本市場での地位を確立していたためです。デビューツアー。韓国デビューの成功を収めたばかりの N.S サインがニューシングル、ニュースターで日本デビューを果たし、東京有明アリーナでのファーストアリーナコンサート、バース・オブ・コスモも終了した。彼らは予約が入っていて忙しいので。 このインタビューに時間を割いていただいたことにさらに感謝しています。それがすべてではありません。N.S サインはコスモのために非常に特別なビデオメッセージも撮影しました。そこでは愛らしいボーイフレンドの魅力を明らかにし、ベイビーコスモをファンダムに導きます。以下の独占ビデオをチェックしてください。クパプマップ N.S サインへの温かい歓迎。 そして日本デビューおめでとうございます。今回のインタビューにご一緒させていただき光栄です。世界中の読者に自己紹介をし、最近どのように過ごしているか教えてください。こんにちは。108月9日にアルバム、バース・オブ・コスモでデビューした N.S サインです。最近日本デビューも果たし、次のアルバムではさらに良い姿をお見せできるよう栄意、e、努力中です。 クパプマップを通じて世界中のファンの皆さんにお会いできることを光栄に思います。N.S サインという名前は星印の網を意味します。このインタビューを楽しいアイスブレイクで始めるためにご自身の星座についてどう思うか教えてください。それはあなたに合っていると思いますかどの星座と一番仲が良いですか複数のメンバーがいるグループなので それぞれの星座は様々ですが、N.S サインとしてはヘラクレス、星座が一番合っていると感じています。夜空に一番輝くヘラクレスのように、ステージ上で一番輝くことを目指します。個人的には、私たちもそれぞれの星座に強いつながりを感じています。特にエディはカニ座で、見た目は硬くな髪は柔らかいカニのように。 強そうに見えますが、優しい心を持っているので、相性が良いです。日本デビュー曲は、ニュースターという曲ですね。この曲と同じように、N.S サインは音楽界の神聖として知られるようになりました。このようなタイトルの強みは何だと思いますかまた、それに伴うプレッシャーについてはどう思いますか私たちに与えられたタイトルはかなり大変だと思いますが、 私たちの誠実な音楽を多くの人に認めていただけたことに感謝しています。感謝の気持ちとともに、より良い自分を見せなければいけないという責任感もあります。適度なプレッシャーが良い結果への原動力になると信じて、感謝の気持ちを持って AE 準備中です。ニュースターは、青春ドラマやアニメの OST のようなダイナミックでエネルギッシュで高揚感のある曲です。 日本デビューを果たし、日本でコンサートも行った今、実際にアニメの OST を歌ってみたいという夢はありますかどのアニメの OST を歌いたいですかその理由は何ですかスラムダンクの OST を歌いたいと思っています。メンバー間でも話していることですが、N.S サインは思い描いた夢を必ず実現するチームです。 そういう意味では、スポーツアニメの主人公に似ている気がします。スポーツアニメの登場人物のように、チームとして仲間たちと夢に向かって走っている姿が見えます。以前出演したドラマ、サウンドキャンディーの OST を歌った時とは違う感じです。東京有明アリーナでのファーストアリーナコンサート、バース・オブ・コスモは、約2万4000人のファンを動員し、 大盛況であったと存じます。コンサート前後の N.S サインのバックステージの様子に興味があります。ショーの前はどのように盛り上がりましたかまた、ショーが完了した後はどのように祝いましたか感情的な瞬間や突然の気づきはありましたかまた、ステージに全員が揃った時はどんなエネルギーを感じましたか頭の中でいろいろなことを考えていましたか それとも自分のパフォーマンスに集中していましたかこんなに大きな会場で一人で演奏するのは初めてだったので、少し緊張して緊張していました。しかし、ステージに上がってファンの皆さんを見た瞬間、信じられないほど嬉しくて幸せな気持ちになりました。Q シートの終わりに向かって、ファン全員がスパイスという曲を一緒に歌った時、私たちはとても感動しました。 とても素晴らしい経験だったので、機会があれば次回はアリーナツアーをやりたいです。あなたのコンサートと同じように、ニュースターも商業的に大成功を収め、日本の iTunes トップ 100K ポップシングルズチャートで1位を獲得し、オリコンのウィークリーチャートで3位にランクインしました。日本をとても愛していますが、 N.S. サインは次に世界のどの地域に注目していますかまずはじめに、ファンの皆様のおかげで素晴らしい成果を収めることができたことに本当に感謝しています。私たちは何でも受け入れますので、N.S. サインが愛される場所ならどこへでも行きたいと思っています。音楽やツアーに加えて、独自のリアリティショーやリラックスできる旅行番組など、 ファン向けのコンテンツをさらに作成する予定はありますかファンのために将来本当に作りたいコンテンツのアイデアはありますか私たちも本当にそうしたいと思っています。個人的にはメンバーと一緒にキャンプに行きたいです。あなたのワームホールのミュージックビデオは YouTube での再生回数が500万回に近づいており、 S n s i インの YouTube チャンネルで現在最も再生回数が多いビデオです。世界中の誰かと一緒にワームホールに入らなければならないとしたら、誰になりますかどこに行きますかダンスインストラクターと一緒にエントリーしたいと思っています。研修を通じて絆が深まった私たちも、インストラクターと一緒にユニークな旅に出てみたいと思います。 ファンがあなたの健康や幸福をどれだけ心配しているかによって、ファンがあなたを愛していることがわかります。ファンを代表して皆さんにお聞きしたいのですが、皆さんは身体的、精神的、感情的な健康に気を配っていますかファンと共有したいセルフケアのために言っていることは何ですか次のアルバムの準備に向けて。 メンバー全員が健康維持のための運動とダイエットを組み合わせて熱心に取り組んでいます。心配する必要はありません。また、冬で空気が乾燥しやすいので、寝るときは必ず加湿器を使い、喉のケアをしています。今年の寒さはかなり厳しいと聞いておりますので、私たち同様、皆様も健康には十分お気をつけください。休日が近づき、 休息とリラックスの時間です。N. ドットサインは休暇をどのように過ごす予定ですかファンのために何か特別な計画はありますかより良いパフォーマンスを披露するために、休むことなく準備期間を続けることになりそうです。できるだけ早く戻ってこれるよう努力していきます。ホリデーシーズンにおすすめのテレビ番組は何ですか休暇中には。 S n s サインのリアリティープロジェクト、プロジェクト10 k がおすすめです。2023年も終わりに近づき、新年の抱負を立てる時期が来ました。新年の個人的な抱負と、2024年のグループとしての目標は何ですかグループとして音楽放送番組で1位を目指します。素晴らしいアルバムでより多くの人に愛され、 様々な国のコスモに会えることを心から願っています。新年の抱負として、私たちはフィットネスの目標に向けて2つの異なる道を用意しています。ローレンス、カズタ、ハンジュン、エディはダイエットの道を歩み、フィウオン、ジュンヒョク、ソンユン、ドハ、ロビンは増量の道を歩み、それぞれが体を引き締めることに努めています。今年初め、 N.S. サインは K スター MVA アワードのネクストスターメン部門で1位を獲得した。あなたは世界中のファンの愛とサポートによってこのタイトルを獲得しました。それはまた、ファンが N.S. サインの将来に大きな期待を寄せていることを意味します。来年末までにどんなタイトルや賞を獲得したいですか今年のタイトルはネクストスターなので、 来年は今のスターに成長していきたいと思っています。メンバーの絆も強く、団結力とエネルギーのあるステージを目指し、演技賞も期待しています。私たちは N.S サインの名の下にさらに輝き、コスモが誇れるアーティストになれるよう努力してまいります。最後に、あなたを愛し、サポートしてくれる世界中のファンに何か言いたいことはありますか 世界中のファンのサポートと愛のおかげで、私たちは楽しく準備して活動に取り組んでいます。近いうちにさらに良いパフォーマンスで戻ってきますので、もう少々お待ちください。私たちはあなたを愛してます。